さんこんにちは、ゆっくりです。毎日お疲れ様です、クレハです。ファイアーエムブレム覚醒、ルナティックでプレイ、パート21を、始めるよ。さあ、レッツだろう。最初に謝っとくね、ちょっと更新が遅れてすみませんでした。前回投稿したの軽く2週間前なんですね、すみません。最近は、家に帰ったら寝ることしかできなかったけど、やっとちょっとだけ落ち着きそうだよ。皆さん、働きすぎには注意してくださいね。呼ばれて飛び出てジェノサイダーアンナさん。え、アンナさん君とのフィーバーしちゃうの？それはそうとクレハタン、あんた結婚式はあげたの？え、特にしてないけど。そうよね、クレハタンったらそういうことに興味ないもんね。全くないわけじゃないけど、今はそうも言ってられないしね。ねえねえ知ってる？あんたの旦那さん、絆の夏のリゾート地で集めてた貝殻、あれクレハタンのドレスの費用にしてるらしいわよ。え、嘘？それ本当？うん、内緒。おお、やっとのことでカラムも結婚だね。よし、順調だね。このパートを録画する前に、FA 好きの子たちと遊んでたから、通信がえらいことになってるよ。20倍速で、速やかに退場してもらうよ。マイユニさんたちにも帰ってもらったし、アイテムの補充をしようかな。お金はまだあるんだけど、どうしても値段の安い武器を買っちゃうんだよね。15章、解放の呪し。マジ、クロム泳いでここまで来たの？金槌の上に、鎧まとって泳いできたんですか？前に行けるもんだお。俺はやっぱり天才だお。この調子で行くとこまで行くお。あ、クロムちょっと待ちなさい。よし、編成だー。ちょっと動画の編集に間が空いてしまったので上手に編集できてないと思うけど、そこは許してね。さすが武士道。さて、攻略と行こうか。改めて、一から自分の動画を見直していて、きちんと解説できているのか不安になったけど、誰か一人でも役に立っていたら嬉しいです。ここのマップですることは、サイリの救出と、民家を訪ねることくらいなんだけど、ここには盗賊や蛮族はいないから、民家は最悪最後まで放置していても大丈夫だよ。このマップは増援も出てこないし、地形が入り組んでいるから壁を作って戦いやすいね。だから、サイリさえ救出できれば、あとはなんとかゴリ押しでいけるよ。サイリは捕獲とくと、下手したら1ターンで死亡するから、もう開始直後にレスキューしてあげるのが一番だよ。魔力に自信があれば問題ないんだけど、うちのマリアベルちゃんは魔力が低すぎるので、サイリを救出した場所にいると敵のターンで死んでしまうから、わざと動画の先頭を取っています。どっかのパートでも言ったけど、レスキューは、歴代のシリーズに比べてレアな杖ではなく普通にお店で買えるので出し惜しみせずバンバン使っていくよ。そして、今回もクレハタンは基本的にサポートに回ってもらうよ。先頭に立たせるより、七色の叫びをしている方が戦略が楽な気がするよ、この頃。侍は、死ぬ間際におのぐの一本が現れると言われる、無理なしに固まってみろ。いや、生きろよ。サイリを説得した後は、ゆるゆると攻略していくよ。大体が
面の位置で防衛ラインを作ると割と楽だったりします。この場所で防衛するのは中の人的な理由があって、必ずしもみんなに適用されるわけじゃないと思うんだけど、まず初期配置で下にいる敵の集団は砂浜の地形のおかげで移動コストがかかってしばらく攻めては来れないので、放置していても大丈夫なので、階段より上にいる敵の相手を基本的にすることになります。ここで気をつけるのが、上位職になるほど間接攻撃を持っているということです。最初にサイリを救出した位置まで撤退して守りを固めてもいいんだけど、間接攻撃を持った敵を上手に仕留めにくくなってしまうというか、間接攻撃を持った敵を仕留める方法がこちらも間接攻撃しかなくなってしまうため、なかなかにリスクが上がってしまうよ。基本的にお肉さんと絡むで壁を作って戦っていくんだけど、そういった間接攻撃を持った敵を仕留めに行く選択肢を増やすため、あえて動画のラインで防衛しています。あとはちょっとしたボーナスマップでもあるので、今のうちに危険を承知でいろんな人に経験値を上げているってのもあるね。あとは個人的な目標として、このマップでカラムをジェネラルのレベル5にして防御の叫びを覚えさせるのも狙ってます。防御の叫びは次のマップで相当役に立つので、どうしてもここで欲しいのです。はい、久々にテキスト打つから何話せばいいかわからんくなった。やばいね、末期だね、熱中症だね。そういえばなんだけど、ヘンリーを育ててると見せかけて全く育てる気がないのはここだけの話だよ。そうなの？必死にレベル上げてるじゃん。中の人は、ヘンリー、というかダークマージが好きでね、封印の剣デルを使ってたくせに、霊が出てきた瞬間シフトチェンジしたくらいダークマージが好きだよ。戦闘シーンで魔法を唱える姿がおどろおどろしくて可愛いよね。ならなおさら、ダークマージ好きならスタメンじゃないの？ヘンリーは、オリビエと結婚するまでの間使うのが目的で、結婚したら2分益が確定しているよ。なんで？まあ理由はいろいろあるんだけど、スタメン枠に溢れるってのが一番の理由かな。あとは、かっこよく戦略性から見てみると、ヘンリーは確かにダークマージっていう職業も相まって守備が高いのは認める。このルナティックでのプレイをするにあたって防御が大切っていうのはみんなも十分わかっている要素だと思うしね。でも、果たして守備が高いのかと聞かれたら、微妙な高さなんだよね。微妙っていうのはどういうこと？第一に、ヘンリーは素早さがないんだよね。素早さってのは防御と同じくらい、ルナティックにおいて必要な要素で、せっかく防御がある程度あったとしても、2回攻撃されていたら意味がないんだよね。うつ主のイメージで言えば、ヘンリーの素早さは、うちのカラムと同等ってことになるのよ。さすがにアーマーよりは素早さあるでしょ。アーマーより素早さがあってもダメなんだよ。どんぐりの背比べしてるんじゃないんだから、アーマーより速さがあったとしても、敵から見れば大して変わらないんだよね。おまけに幸運もないから、基本的に攻撃を避けてくれないよ。確かに。かといって、ヘンリーは素早さや幸運の上がる職業につけるってわけでもないから、どうしても使いやすさに難が出てしまうのが否めないんだよね。もっと言うと、魔力も大して伸びないから、火力の充填もできないしね。ぶっちゃけると、アンナさんやカラムの方が使えるんだよ。本人には内緒だよ。ははは、聞こえてるよ。よし、逃げよう。あ、ちょい待て。さて、下の敵が砂浜を越えてクロムたちを攻撃しているね。クレハタンに経験値を上げたくない人は、クレハタンの装備を外しておくといいよ。どうせこちらのフェーズでは、クレハタンは七色の叫びしか使わないしね。でも、下の敵は魔導士もいるから、魔導士にやられないよう注意してね。マリアベルがヴァルキュリアのレベル50になってたら、魔導の叫びとかできるし、霊獣スキルで野郎どもの回避を上げることもできるね。さて、どうしてもここがクリアできない人は、斧持ちを出すといいと思うんだ。敵に、剣持ちがほとんどいないから、3スクミで優位になれると思う。下から攻めてくる魔術師は、移動コストを受けずに来るので、魔防の高いペガサスとか、あとは反撃はできないけどシスター系を盾にして、敵ターンをしのいでからこちらのターンで仕留めるのもありかな。どれにせよ、このマップはターン制限かかるようなリスクを持った敵はいないから、ゆっくり攻略できるからさほど苦労はしないと思うよ。ゆっくりしていってね。あ
とはそうだね、アーマー系がいるから、アーマーキラーとか魔法が優位になるんだけど、やっつけ負けが怖いので、直接攻撃してくるアーマーは倒さず放置して、先に騎馬系とか倒した方がいいかもしれない。騎馬系に結構ダメージが当たる武器でも、アーマーを相手にするとあまりダメージが当たらないってパターンがよくあるから、やっつけ負けはあまりしなくなると思う。間接攻撃で鬱陶しい敵は、右の方へおびき寄せて倒すっていうのも一つの手だと思うしね。アーマー自体はそこまで移動力はないので、上手に釣れれば一体ずつ相手していけるので経験値稼ぎにもなるし安全性も増すと思うよ。ただ、さっきも言ったけど、間接攻撃できる敵に限って攻撃力が高いので、一発即死にならないよう、守備とヒットポイントには十分注意してね。さて、こんなところかな。毎回どうやって説明したらいいのかすごく考えてテキスト打つのに時間がかかってしまうよ。そういえば全くの余談なんだけど、みんなはサーラのフィギュア予約した？うつ虫はもちろん予約したんだけど、来年マルコのフィギュアも出るらしいね。なかなか覚醒が人気で嬉しいよ。この調子で、あたしのフィギュアが。え、どうしたの？その先は言わせないぜ。え、なんで？どうせお前のことだから、ガイアのフィギュアくださいとか言い出すんだろ？なぜバレたし。なぜも何も、お前の思考回路が単純すぎるんだよ。え、むむむ、でも、あのサーラ、すっごくエロ可愛いよね。黒タイツの再現度が半端ないよね。だからさ。はいはい、この話題はもう終了。自分で話題振ったくせに。ほらほら、そんなことしてたら、ヘンリーがレベルマックスになっちゃうよ。おう、本当だ。加入してきたタイミングの割にかなりハイクラスチェンジだね。まあそりゃ加入したタイミングの割には割と使える設定だからね。ヘンリーは何にクラスチェンジするの？いろいろ考えたんだけど、まあまず選択肢がダークナイトかソーサラーの2つしかないわけだから、ここはデガタクダークナイトで行こうと思う。クレハタンの時と同じ、移動力の確保と、守備の確保ですね。わかります。また紹介が遅れたけど、今回仲間になったサイリちゃんです。どうも、サイリです。サイリには申し訳ないけど、二軍一確定です。え、またかの病気？サイリの食料はソートマスター。ちょうどロンクーの食料の上位色だね。ソートマスターで覚える流星は実はあまり使えないよ。流星は5回攻撃してくれるんだけど、1回あたりのダメージが通常攻撃の半分しか当たらないから、実質ダメージをトータルすると、通常攻撃の 2.5 倍しか当たらないよ。おまけに、敵が大盾とか発動したら、発動した1回だけ防がれるわけではなく、5回すべて防がれてしまうので、実はあまり良くないスキルだよ。でも、クリティカルは試したことないので、どうなるんだろうね。知ってる人いましたらコメントプリーズ。あと、サイリは、加入したてだけどそこまで最初からステータスが高いわけではないよ。典型的な戦士タイプだからね。そうだね。支援会話もできる人数が極端に少ないので、あまり出すメリットはないと思うよ。なんだかんだお兄ちゃんと仲良くできないからね。それ言い出したら、エメッチもそうだよね。会話とかあってもいいと思うんだけどな。まあね。まあそんな感じで、サイリを使いたい人は、守備と火力に気をつけて育ててあげてね。片付きのうまさる、我がの名はサイリ、異国の姫である。え、姫なの？っていうか、自分で異国とか言っちゃってるよ。それはそうとクロム、よく泳いで戻ってこれたよね。鎧つけてて沈まなかったこと自体もすごく不思議だし、実は金槌ってのは嘘だったんじゃないの？嘘じゃないよ、金槌ってのは本当だったお。ただ、海に飛び込んで、用意していた船に乗り込むまでの間に、足が釣ったんだお。え、泳げないくせに足釣ったの？そしたら声が聞こえたんだお。アラン起きてって。え、それなんてアランウェイク？嘘だお。こんな声が聞こえたんだお。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。そうして気づいたら、
バルム大陸の、この浜辺に打ち付けられていたというわけだお。全身濡れまくりだお。鎧の中に水が入りまくりだお。っていうかクレッハ、どうして俺を置いて船でこっちまで来たんだお。俺が死んだら実況終了になるんだお。わかっててやったのかお。あ、いや、クロもいなくても、私一人いたらなんとかなるかなって。ほら、ルキナもいるから皇帝には困らないだろうし。お前、いい加減サイリさんの話を聞いてあげたらどうですか。さて、次回は新たな難所だよ。どんな絶叫でもくじけない。それがゲーマーです。はいはい、わかったから。では、ご視聴。ありがとうございました。